て他のキャラクターにはない、独特な可愛さがあるけど元ネタがあったりするのかしら？あまり知られていないが実は元ネタとなった作品が、いくつか存在するぜ。というわけで今回は、公式の開発者インタビューや海外サイトのインタビューなどで、語られていたピクミンシリーズの開発秘話を5つ紹介しよう。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。まずは初代ピクミンの開発メンバーが特別に集結し、企画を初期段階から、振り返った開発者インタビュー開発者に聞きましたにて、語られたピクミンは実在する話を紹介するぜ。え、ピクミンって実在するの？どこどこ？何植物園に行けばいい？植物園にいてたまるか、実在するというのは言葉のあやで。ピクミン4では、ピクミンが実在すると勘違いしてしまうほど、リアリティを追求したという話だ。なんだ本当にいるわけじゃないのね。でも、リアリティを追求したって、どういうことなの？そもそも、本作のフィールドは過去作と比べて、より立体的になっておりどこかで見たことあるような、身近な作りとなっているんだ。確かにそこに存在するかのような雰囲気があったわよね。これは過去作が遠くから見下ろす形だったのに対し、今作ではベンチや机の下をくぐったり深い水中に潜ったりと、その世界にあるものを感じられるように地形が作られていたからだぜ。それに合わせてカメラ視点も今まで以上に動かせるようになっていて、小さいピクミンの目線をプレイヤーが直に体感できるように、工夫されていたんだ。そうそう、今作はピクミン視点って感じがしたわね。またカメラが地面に近づいた時は顔を地面に近づけて、聞いているかのようにピクミンの声や足音が大きく、くっきり聞こえるようになっているんだ。カメラの近さで音が変わるの？じゃあ離れたら？もちろんカメラが離れ見下ろす状態になった時は、周囲の環境音が聞こえる中で下に広がる小さな生物たちの世界の音が、小さくぼんやりと聞こえるようになっているんだぜ。お、視点と音でピクミンが実在すると思わせる、雰囲気作りをしていたのね。その通りだぜ。また今作は人工物の多い一番星の隠れ家から、始まるが、これもピクミンを人間と比べて小さく見せることで、実在のものと思わせたいということがあったそうだ。確かに実在するものが存在するとピクミンのサイズがより際立つわね。他にもサウンド作りにおいて過去作では迫力を重視して、コミカルな音を意識していたが今作では現実の音に近づけた、表現を取り入れたそうだ。迫力よりもリアルを追求したのね。そうだ。また音で言うとプレイヤーが大勢のピクミンを、操作していることを実感できるよう前作まではなかった。ピクミンたちの足音を鳴らすようにしたんだぜ。言われてみれば、今まで足音しなかったわよね。そうなんだよ。それをピクミンの数や種類、歩いている場所によって、聞こえ方が変わるように調整しているんだ。こうした様々なリアル思考の要素を取り入れたのは、世界中にピクミンが本当にいると思ってほしい、という、宮本茂氏の願いだったんだ。宮本さんにはそんな思いがあったのね。ああ、宮本氏曰く10年以上前のプロモーションから、ピクミンは、あなたの近くにいるよと言い続けてきたそうだ。それがやっと想像の世界ではなく実際に見つけられるまでになったということだな。なんだか素敵だわ。ピクミンは今もどこかで暮らしていて、せっせとお宝を運んでいるのかしらね。続いては同じく開発者インタビューにて語られた、ピクミンの原点を紹介しよう。このインタビューでは不思議な生き物ピクミンが、生まれる過程などを振り返っていたが、その中でピクミンのデザイン案を出す際デザイナーの森井淳二さんが、影響を受けた人物を挙げていたんだ。ピクミンのデザインに影響を与えた人物？一体誰かしら？それがナイトメアビフォアクリスマスなど、コミカルかつシリアスな作風で知られる、ティム・バートン監督だぜ。おお、シザーハンズとかアリス・イン・ワンダーランドの、監督さんね。でもあの人の世界観って、もっとダークで暗い感じがあるじゃない。確かに私たちの知るピクミンは愛らしくキュートな存在だが、開発初期の姿は今の姿とは似ても似つかず、キャラクターとしても弱いと判断されていたんだ。ほんとだ、全然違うわね。その後デザイナーの森氏はティム・バートンが描く、可愛いだけではない少しおどろおどろしく、シリアスな世界観を意識して現代のデザインにも通じる、頭に葉っぱをつけたキャラクターをスケッチしたんだぜ。一気に見た目が変わったわね。その他にもフランスのファンタスティックプラネット、という未開の惑星イガムを舞台に人間型のオム族と、彼らを奴隷のように、扱うドラーグ族の戦いと協調を描いたアニメーション映画も参考にされたそうだ。またリチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子という本にも、インスピレーションを受けたそうだぜ。へえ、いろんな媒体のものから影響を受けて生まれたのが、今のピクミンだったのね。うむ。またピクミン命名の由来は数を数える際に使いピキから、来ているようだ。ピキじゃなくてピキ？そうだ、開発当時、まだ名前のなかったそのキャラクターを、1匹、2匹と数えていたところプログラマーのコリン・リードさんが、ピキを名前だと勘違いしたのだそう。その後ピキがピッキーに派生した後、正式に名前を決める際に、ピクミー私をつまみ上げて妹が似ていることから、ピクミンに命名されたんだぜ。
じゃあピクミンという名前は偶然の産物だったわけね。そういうことだな。このように初期の姿は、今とはかけ離れていたピクミンだが、ゲームシステム自体も、最初はピクミンを出口に連れていくのがゴールだったんだぜ。協力して何かをするゲームじゃなかったのね。しかし我らが神である宮本氏が丸引き運んだらクリアのような、誰かが決めたゴールを目指すのが嫌だと感じたんだ。そうして現在採用されているのは戦って運んで増やして、というシステムを軸にピクミンを投げることで指示を出し、物を運び終えてゴールというシステムになったんだぜ。何匹運んだらクリアじゃなくて何匹集めたら、目的の物を運べるシステムに変化したわけね。そうだ。さらに驚きなのが初代ピクミンが発表された。2001年の E3 時点ではゲームがほとんど出来上がっていない状態だった。という話だ。そんなにギリギリだったの？どうやら発表映像はギリギリまで修正しており、宮本氏の発表台本の修正に合わせて、ゲーム画面を直すのを繰り返していたそうだ。そして土壇場のタイミングで仕上がったものを飛行機の、ハンドキャリーで持っていき E3 の会場では、もう出来上がってるかのように話したんだぜ。確かにすでに完成しています、くらいの勢いだったわよ。しかし実際はステージはまだ1面しかなかったそうだぜ。だがこの発表は無事大成功を収め、シリーズは4作目まで制作され、無事大ヒットシリーズとなったんだ。続いては初期のピクミンは武器を持っていたというお話だ。何？ピクミンってそういうゲームだっけ？というのも任天堂の宮本茂氏が海外サイトのインタビューの中で、任天堂によるゲーム開発には明確なゴールを設定し、それに向かって、作り上げていくタイプのものと最初はどんなゲームになるかの、明確なイメージさえ持っておらずこんな感じのものを作りたいという、曖昧な青写真のみでスタートする2つのパターンがあると語っていたんだ。最初にゴールを設定するかあえて設定せずに話し合いながら、ゴールを決めるかの2パターンがあるのね。ピクミンはどっちだったのかしら。ピクミンの場合は校舎に当てはまりもし小さい生き物が何かをしているのを見ることができたら面白いだろうなというアイデアから始まったそうだ。じゃあ制作が決定した段階ではゴールが決まっていなかったのね。そうだ。だから当初はかなり作品の雰囲気が違っていたようで、宮本氏によると初期のピクミンは自ら武器を使っていたということなんだ。ピクミンが武器を持って戦うの？なんだか戦争している感が強いわね。それもそれで面白そうだけどな。ただそれでは面白さが不十分であると考え、プレイヤーに武器を使わせるため、後に設計過程でプレイヤーキャラクターであるオリマーが追加されたと語っているぞ。そうだったんだ。ピクミンたちがハンマーとか斧を持ってチャッピーに突撃する姿も見てみたかったわね。お次はピクミンの花に関する開発秘話だ。ピクミンは大地のエキスを吸ったり土の中で成長したりすると、花びらが咲く花が頭から生えているよな。そうね、ピクミンによって白やピンク、紫色の花が咲くのよね。うむ、ピクミンシリーズを表すシンボルマークにもなっているよな。そんなピクミンの花だが実は現実世界に、この花のモチーフとなった花が存在するんだ。それがこのバコパと呼ばれる花だ。うわぁ綺麗、形といい色といい完全にピクミンの花ね。花びらの数や色合い、小ぶりな外見といいそっくりだよな。星のような形をしていることからステラとも呼ばれるこの花が、ピクミンの花のモデルとなっているんだぜ。またバコパの花とピクミンの関係性には開発チームのこだわりが、感じられる共通点がいくつかあるんだ。共通点？例えばバコパの花は暑さに弱く寒さに強いんだが、これはピクミン以外は火に弱いことや逆に眠りの谷や迷いの雪原のような、寒い場所ではピクミンが平然としていることとリンクしているよな。確かに、基本的には寒い地帯も難なく進めるもの。またバコパの花言葉には小さな強さ、愛らしい見守る心、家族愛などがあるが、どれもピクミンの存在や、ゲームの方向性とマッチしている気がしないか？してるしてる、小さな強さなんてピクミンそのものじゃない。花言葉までマッチしてるなんてなんだか素敵ね。そうだろ？バコパはとても丈夫な花だし、日当たりと水はけの良い場所に植えれば、長期間花が楽しめるから、ピクミンシリーズが好きな人は、自分の好きなピクミンの花の色のバコパを育てるのも楽しいかもな。庭一面バコパの花が咲き乱れていたらそれだけで幸せな気持ちになれそうね。お次は問題児ルーイ誕生の秘密を紹介しよう。ルーイはピクミン2で初登場したホコタテ運送機体の新入社員。しかし会社が倒産の危機に陥ったり、オリマーたちに危険生物を、けしかけたりとトラブルメーカーという言葉では、表せないほど厄介な人物だ。ピクミンシリーズの黒幕と言っても過言ではないわね。そんなルーイだが、彼が誕生した理由は非常にシンプルなものだったぜ。それが 2P バトルモードだ。ピクミン2で追加された2人用の対戦モードね。そうだ。ピクミン2の開発スタッフ日野重文氏によると、ルーイは 2P バトルを考えた際に副産物として生まれた、キャラクターだったそうだ。つまり 2P 対戦のために生まれたキャラだったのね。ああ、ただいまでは存在感抜群の危険なキャラクターになったけどな。またオリマーがマリオのアナグラムのように、ルーイも当初はルージーなど様々な名前の候補があったそうだ。あら、ルージーも可愛くていいじゃない。
確かにな、ただルージーを英語で書くと、敗北者を表すルーザーに語感が近くなったため、最終的にはルーイになったそうだ。そうだったのね、確かにルーイは超厄介な問題児だけど、敗北者かと言われたらむしろ自由に生きている分、勝者の方が近いものね。続いて、ピクミンシリーズにはオリマーやルーイ、社長などの、ホコタテ星人やドルフィン初号機など声を発するキャラクターが存在するが、実はこの4体のキャラたった一人で収録しているんだ。え、オリマーもルーイもみんな同じ声優さんってこと？そういうことだ。その声の主はサウンドディレクターを務める、トタカカズミさん。トタカさんは社内でトタケケという、ニックネームで親しまれており動物の森シリーズでも、おなじみの人物だ。サウンドディレクターなのに声優のお仕事もやっているのね。ああ、トタケケ以外にもマリオシリーズのヨッシーや、キャサリン、ルイージマンションシリーズの、オヤマー博士の声なども担当しているからな。へえ、多彩な人なのねー。ただやはりピクミン2に登場する4体のキャラを一人で演じるのは、かなり大変だったようで両手で喉を締めながら、なんとか声を出したシーンもあったようだけどな。めちゃくちゃ大変そう。ちなみにピクミンも社内の開発スタッフさんが、声を担当しているんだぜ。シリーズを通して赤、青、黄、紫、白ピクミンの、声は音楽を担当している若いはじめが、チャーリーと岩ピクミンの声は一部の作品でガノンドロフや、ドンキーコングなどを演じたプロの声優さんである長迫隆氏だ。そしてブリトニーと羽ピクミンの声はピクミン3音楽共同担当の、朝日敦子氏がそれぞれ担当しているぞ。ほとんどプロの声優さんじゃない人が声を当てているなんて面白いわね。うむ、いずれも地声ではなく1オクターブ半上げたものだがな。ちなみにピクミン2に登場する原生生物ビックリギクも人の声が使われており、声を収録したのは開発スタッフの渡辺貴博氏だそうだ。ビックリギクって人の声だったの、なんだか急に怖くなってきたわ。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。概要欄にピクミン調査隊公式 X のリンクも載せておくから、ぜひよかったらフォローしてくれよな。それじゃあ、またねー。